はい、ミニバイク12インチレーザーレプリカを作ろう企画、第15回ですね、はい、今回はキャブレター FCR ですね。前バラして、まあ、寸法大体取りました。で、キャドに落としていきます。フラット CR キャブですね、はい、前回時にすっとんとになるというそんなキャブです。見っかな、覗いてみたらどうですか。なんでや今回 FCR28 の、モデリングします。 FCR はラージボディとスモールボディっていうのがありまして、これはスモールボディ、 28π から 33π までがスモールボディ、ラージボディは35から41までの口径。これホリゾンタルタイプとダウンドラフトタイプ2種類あります。これがホリゾンタルですね。これは水平取り付け、うん、こっちがダウンドラフトですね、うん。で、FCR って、まあ、全世界に売ってるんで、うん、まあ、純正でもついてるし、うん、ね、モトクロスターとかって純正ついてますよね。あれ MX やね、 FCR MX、うん、ラージボディは 3D キャド の、 そのモデルいっぱいアップロードされてるサイトがあるんですけど、うん、そこを見たらあったんですよね。あったね。だからラージボディやったら書かずにその人のやつダウンロードして使ってたんですけど、うん、スモールボディ探しもなかったんですよね、うん、なんで今回ちょっと書くことがしたんですよね。 3D モデルを今から作っていきます。よろしくお願いします。はい、はい、完成しました。イエーイ、はい、はい、意味わからないあ、きっちり、まあ、一応 FCR の形になりました。いきますね、はい、あー、いいぜ。いいね、あー、これいいぜ中身ないけどね、あ、中身すっとんとやけど中身ないという、ね、あ、なんか、まあ、これ車体に早速ちょっと合わせてみたんですけども、はい、形にはなってるんやけど、エンジンに対してこうキャブがむっちゃでかい、うん、ヘッドと一緒ぐらいっていう、うん、前から思ってたけど、うん、でかい。シャリーとかにつけたらめっちゃでかいもんね、うん、これ車体とかエンジンとかどっか当たりそうやね、このままだったら ね、 ね、そこね、ギャグはね、カムチェーンテンションがそこの穴にあるんですよ、うん、まあ、だからどっちかというとカブと違ってちょっとその辺またあれなんですよ、ちょっとスペース少ないんですよ。ああ、まあこっち側斜めに振ってあげるしかないよね、みたいな感じですね、うん、まあまあ溶接してなんとかしますけど、うん、でパワーフィルターをつけると結構また伸びてくるんで、最悪KSR の FCR ダウンドラフトつけるあれを洗ってつければあの、まあ、次回マニホールドを変えていこうと思います、はい、まあ、その時にまたどうなるか検討しましょう、はいはい、それでは次回に続きます、はい、ありがとうございます。ではまた次回。今回書いた図面も含めてですね、うちのブログでモデルをダウンロードできるんですよ。今まで書いた部品がずらっと並んでまして、まあ、好きなやつダウンロードしていただけるようになってます。自分で原付を設計したいとか思われる方は一度ここからダウンロードしてみてはいかがでしょうか。よければもうちょっと下行っていただくと、うちのボールペンの通販リンクがあるので、ここで買ってくださいうちのボールペンを買っていただくと、その資金でもうちょっといろんな大々的なことができると、うちとしてもということになりますので、またうちのボールペンもお願いします。